クベラ漁港から望む西崎西崎は、与那国島の西端、沖縄県八重山国与那国町和座与那国にある、三崎である。北緯24度26分58秒統計122度56分01秒、北緯24.44944度統計122.93361度、24.44944122.93361に位置する。与那国島は、 日本最西端の島であり、西崎はその西端に位置する岬である。国土地理院では2万5千分の一地形図に基づいて、日本の東西南北端を決定しており、長らく西崎を日本最西端の地としてきたが、2019年6月に同地形図を改定し、正確な日本の最西端の地点は、西崎の約260メートル北北西沖に位置し、 約110メートル西にあたる、都市と呼ばれる岩になった。ただし、西崎の海側は、断崖で、崖下まで降りることはできず、また、都市に上陸するための道路や定期航路等の公共交通手段はない。与那国町総務課では、観光面の最盛端は従来通り西崎であるとしている。西崎の突端には、西崎灯台が立ち、 日本国際生誕の地の石踏みと展望台が設けられている。西崎からは年に数度程度であるが、天気の良い日には約 111km 先の台湾を眺望することができる。ありがとうございます。